バドル級コルベットは、サウジアラビア海軍のコルベットの艦級。本級は、アメリカ海軍の域外調達によって建造されて、サウジアラビア海軍に引き渡されるという形態を取っているため、アメリカ合衆国の戦隊分類記号も付与されている。発注は1977年8月30日に行われており、4隻が、ワシントン州タコマのシアトルタコマ造船所で、 建造された。ただし、重量課題のために、計画は当初予定より遅延した。線形としては、平らパン型が採用された。艦の安定化のため、フィンスタビライザーを備えている。主機艦としては、巡航機として、ドイツのマトゥフリードリヒスハーフェン車製、マトゥー 12V652TB91、ディーゼルエンジン2機、高速機として、 アメリカ合衆国のゼネラルエレクトリック社製、LM2500 がスタービンエンジン1機を搭載し、減速機を介して2軸の可変ピッチプロペラを駆動するコドック方式が採用された。艦の装備は、おおむねオリバーハザードペリー級、ミサイルフリーゲートからマーク、13ミサイル、単装発射機トランプス、戦術エコーソナーを省いて、艦の規模に合わせて縮小再配置したものとなっている。 ただし対空捜作レーダーは、より旧式のアン、?SPS-40B に変更されており、これは、艦中央のラティスマスト長部に設置された。手法としては 76mm コンパット砲が、艦首肝肝に設置されており、これを完成する砲射撃式装置としては、マーク 92MOD5 が、環境上に設置される。また、 環境構造物直後の5看板にはマーク32モッド53連装単魚雷発射管が両舷に設置されており、ここからはマーク46モッド2単魚雷を発射することができる。これを完成する水中攻撃式装置としてはマーク309が搭載されている。魚雷発射管の後方にはハープーン艦隊艦ミサイルの四連装発射灯が、その後方には ファランクス20マシュダブリュスが備えられている。また1990年代後半には戦術データリンクとして一般商用のリンクダブリューに対応する回収が行われた。ありがとうございます。